は巣ごもりについて考えてきました。こんな巣ごもりだったら外遊び行きたい、こう全てが自給自足だ、もう火もガスがつかないから全部自分で火を起こしたり水も自分でやらなきゃいけないぐらいだったらもう嫌ですね、はい、あとね、自分家はいいんだけど周りがうるさい、今流行りの DIY をやってる人がいたり、 YouTuber が上でダンスを踊ってみたいやっていたり、引っ越しのおばさんがいたりとかすごいうるさくて嫌だ、はい、あとね、リモートの画面の向こう側に何かいる。怖い。これトリバでこうやって遊ぼうと思ったらトリバのところにも何かいる、なんか捕まっちゃってる、こう配達の人と一緒に来ちゃってる、みんなこのリモートの人たちがみんな後ろって言ってこうやって後ろってやって、もうお化けたちもこの巣ごもりしちゃってる。以上です。鉄拳さんありがとうございました。すごい力作です。大西さん間近でご覧になっていかがでした？いやでも本当に改めて上手ですね。当たり前です、はい、これで仕事やってるんで、ね、肌の調子は良かったんですけど、メイク道具が久しぶりに使ったらカサカサでした。カサカサでカビ生えてました。入っちゃうんですよ。入っちゃうんですね。知らないうちにもう賞味期限切れてて。で今日は新しい道具を用意されて。そうです。新規一点で。これからちょっとパラパラ漫画もやりますけど、ちょっと控えめにしてどんどんとちょっと出ていこうかなと思ってて、YouTube とかも始めようかなと思ってて。すごい。いろんなことをちょっとこれからやっていこうと思ってます。絶対チャンネル登録します、はい、ありがとうございます、はい、そうですね、ずっと僕2017年に公式 YouTube を上げたんですけど、はい、パラパラ漫画しか上げることがなくて、そのパラパラ漫画も結構いろんな著作権が引っかかって上げれないパラパラ漫画が多くて、で最近もう上げるものもなかなかなくなってきたので、なんかそろそろ自分がやりたいことをやろうかなっていう考えにもなってきましたね。やりたいことっていうと、例えば、はい、どっか行ってみたとか、はいはい、あとみんなでちょっとゲームをやってみたとか、普通ですけどみんなやってますけど、まあ、僕とパペットマペットとゴージャスと3人でゲーム配信とかしようかなとかって思ってます。ちなみに他 の, 今芸人さんもたくさん YouTuber さんされてますけど、はい、その中で、鉄拳さんがライバルだと思う、ライバル芸人さんの YouTuber ありますか？でもやっぱパペットマペットとゴージャスはやっぱ仲いいんで、2人ともやってるんで YouTube で、2人とも登録者数僕より上なんで、それを超えたいと思います